忙しいんだよ。ダメ教師。仕事中に呼び出して。仕事中に押しかけてきたでしょう。仕事中に呼び出して。忙しいんだよ。僕も仕事中に呼ばれて。いやいや休みなんでしょ。はるばる。今日さ、何サボっぽい。いや今日はあの、まあ、年末なんで。年末だからサボってる。年末なんでまあのんびり仕事しましょうという。ああいいね。えもう年末までずっと休み。いやそんなことはないですけど。まあ明日明後日行ってまた土日で。なるほどね、はい、で今日ね来てもらったっていうか来てもらったっていうかこれですよ。これを君にあげようと思う。そうプレゼントされる。プレゼント俺からのクリスマスプレゼントだよ。もうちょっと涙が出るぐらい嬉しいですね。てかなんだかよく分かってないのに心全くこもってないし。ちょっと開いてみてよ、うん。どうこれ T シャツ。いや T シャツだよ。あの文字がなんか、え、な、なになんて書いてるんですかこれ。いやいや読めるっしょ。え、読めないでしょこれ。読めるっしょ。ここにほら Narrow your eye って書いてある。目を細めてみろってことですよこれ。あの逆でしょ。なんで目を開けてみないとわからんすよ。違うよ。こうやってまあ俺はさ、もともと目が細いから、もともと細めてるんだけど、え、これは、わかんないっすか？タカポンは、これちょっとさっきサンプル見せた時に、全然わかんなかったよね。全然わからんっす。お前、年寄りなんやろ、頭。いや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 頭の中が年寄りで硬いんじゃない？全然わからんっす、これ。いや、若者の柔らかい頭脳だったらすぐ読めるはずだよ。え？なんかブロックでなんかあの白い方だからね。2、7、1、4、4って言われたら分かるんです。だから目を細めてやばいな。え心みたいな感じになるんですよ。心あこの黒いところ。いやね、まあ多分最初にどう見るかによって人それぞれなのかなっていうふうに思うけど、言われてみる。いやこれが1回で271見えたあなたは純粋な心の綺麗なシーバーです。タカオみたいにね、あのナンパ系シーバーには読めない。いやいやいや僕はね、あの黒いところまず見ましたね。ああなるほどね。ちょっと着てみてよ。おぴったり。ちょっと大きいぐらいです、ね、ちょっと大きいぐらい。 XL やっぱ大きいんじゃないの。ぴったりっすね。 L でいいんじゃないの。いやいやまあこんなもんでしょ。寝巻きとしての使い方。寝巻きって俺今回これさあのほら無線の T シャツって自分で作る人とかもいるけど、なんかイベント的な時にしか着れない金具があるけど、まあね、何あれってなりますか、ね、そう今回はちょっと普通に着れるかっこいい T シャツ作ろうと思って。まあこれだったらまあ着れるっしょ。はい。こうあのデザイナー、うちのデザイナーになんか文句言われながらお願いして作ったんですよ。これだったら普段着でいけるよ。でこのなんか T シャツもちょっとこうちょっとシュッとしたかっこいいデザインのものを選んだのでございますよ。ピンクじゃないですか。ピンク着る？まあね。まあ、ピンクだったらちょっと本当イベント用みたいな。まあね、まあ、今回とりあえず黒地に、白インクっていうものだけなんだけど、まあ、あのまた希望があれば、ね、他の色もね作れればなっていうふうに思ってるんですけども、T シャツの方はですね、自分で売ったり配ったりすると限られた人にしか届けられないので今回宗教部さんに、お願いして、宗教部さんの方で、2600円だったかな、販売してもらうことになりましたんで、欲しい方はぜひ。どうします、誰も買わなかったら。あのねまあ僕が在庫を抱えるだけということになりますね。大量に在庫があって、それやばいね、やばいね。まあ1着ぐらいは、うん、タカポン10着ぐらい買ってくれるの。10着もいらないですよこんなの。こんなの。まあでも普段も着れていい、はい、ぜひ宗教部さんの、通販サイトのリンクは説明欄に貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。ぜひこれ着てね、またいろんなイベントに、まあ、冬なんでね
しばらくあれかもしれないけど、うん、来年はぜひね、この T シャツ着ていろんなイベントに来ていただければと思います。はい、はい、以上、長岡 HR 4 1 0桃助と滋賀 AZ79 高門でした。バイバイ。バイバイ。桃チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクから Twitter の方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回また桃チャンネルでお会いしましょう。